けど、所属事務所は吉本。俺が言いたいこと、吉本に言いたいこと、これは4年前のこと。トリオを組んでた時のこと。吉本公式サイトプロフィール見てみると、真ん中にいるのが俺だけど、元相方鍋、身長血液型出身地、この後俺のを見てみると、出身地のところ、実家の住所が載っていた。吉本、マジかよ吉本。ちょっと正確すぎる出身地はダメでしょ。俺は社員に言った、消してよ消して、すぐ消して、消します、消します、すぐ消します。次の日サイトを見てみると、トリオのプロフィール、俺自体消えていた。吉本、住所消してよ。いや、おい、タケト、お遊びだったらやめろ。吉本、それお笑い？え、お前仕事なさすぎて何やってんだよ。俺たちがやってんの茶化す気か。え、よ、それだったらお前のことなんて一瞬で消してやりてんだよ。吉本、お前はもらえねえんだよ、この場所でお仕事。わかるか、結局ど素人がどうしようとラップやってるんじゃねって話でしょ。何が4年前の話なんてどうでもいいんだよ。実家の住所、誰も君に興味ないから、そんなの言う意味ないっしょ。タケト、だけどあれもこれもダメよダメよ、わかるか。つまりお前はただの素人、ただのハゲよ。ああ、そうなの、実家の被害ゼロだったの。